今週も楽しくおしゃれにゴルジョー。大村湾カントリークラブオールドコース、氷岳や大村湾、美しい涼感あふれる樹影が特徴の丘陵コース。今週も GTO オープンの模様を吉田プロの解説でお送りします。まずは6番セカンド地点。さあ江崎さんは、はい、これ狙うのか、狙うんで木の右側を打っていくって感じな。いや、あ、木の上ちょっと右、あ、ちょっと右ね。170ほどありますけど、木の上を結構ラインを見てほしいんですけど、やっぱりボールがちょっとこう沈んでるんですよ。ああいう状況で高い球を打つのでなかなかテクニックが必要ですけど、見てみましょう。まあそうですね、やっぱりね、フェアウェイでもいろいろやっぱりちょっとこう芝が薄くなってるところもありますから、うん、はい、やっぱりああいう時に懸命なジャッジっていうのはもうちょっとしてもよかったかもしれません、ね。うん、この状況はですね、はい、左足下がりからの、まあ、決してラインも良くないんですけど、難しいですね、これね、こういう時はですね、まあ、グリーンのセンターを狙ってやっぱりちょっとこう低めでもいいので、あのしっかり捕まえるボールというよりは、まあ、グリーンの手前から狙っていくっていうのはいい攻め方でしょう。これは上手に行きましたね。ゴッ、よし、ナイスオン。ああいう状況でしっかり左に向けてですね、ああいったところに打てていけるっていうのはやっぱり、うん、まあ、一つテクニックですよね。7番ホール、徳安さんのティーショット。おー、いっしょ、すごいね、めっちゃ良くなったね。距離が出る秘訣教えてもらっていいですか？笑顔から想像できないですよ。さあ吉田プロ、いかがでしたか？そうですね、今回はいろんなこうね、芝のやはりこう伸び具合とか傾斜とかそういうところいろいろ出てきましたから、見てる方も非常に参考になったんじゃないかと思います。その辺も楽しんでいくというのがゴルフ、はい、はい、それではゴルジョ、また来週。ゴルジョはゴルフダイジェストオンラインの提供でお送りしました。